トレーニングお疲れ様です。バズーカ岡田です。今日はですね、心について再びお話ししたいと思います。先日の動画で心技体と、体作りにおいても心技体がある。いやいやいや、体作りというのは体の部分じゃないんですかということを考える方もいらっしゃると思いますが、体作りにも心技体があると思ってます。トレーニングをするための心、狙った効果を得るトレーニング技術、これは知識も含めてね、そしてトレーニングをやりきる体力という部分で心技体があると思うわけです。そして心だけを鍛えることができるのかということを前お話ししました。カナダから帰るときですね、体を通して厳しいトレーニングを通して心を鍛える、厳しい技術練習、繰り返しの技術練習を通して心を鍛えることはできると確信しておりますが、そういった体を通さずに心だけ鍛えることができるのかということが疑問だと、解決したいと思っているということを話しました。でですね、私自身はですね、やっぱりイスラエルで4月に大会を経て、その前ね、2022年の12月に大会を終えて、8月から連戦で12月に大会を終え、そして4月にすぐ大会、イスラエルでの生活のセットアップ、慣れ、そして、その中での世界選手権の準備、その状況で戦争、緊急帰国、そこから、少し、落ち込んだ心を立て直し、無理やり立て直して世界選手権という流れで来たんで、少しね、心が、心を休める時期が必要だというふうに思ってます。ずっとね、強い情熱を持ち続ける。これができればいいですけども、そうはいかないと思ってます。こういう流れを経ると思ってるんですね。で、これ全体をね、通して、必要なことであると思ってます。交感神経がずっと高ぶっているわけにはいられないように、副交感神経が優位になるということや、例えばね、アナボリズム、筋肉が大きくなること、これはカタボリズム、筋肉が分解されることがあるからこそ、起こる現象じゃないかなとも思います。カタボリズムがあるからアナボリズムがあるということで、振れ幅があると思うんですよね。なので、一気に振った場合には大きな反動が出る。ダイエットもそうですよね。厳しいダイエットをすれば、大きなリバウンドが来るということで、今はそういう状況なのかなと思ってますし、12月はね、学位論文をね、学生さんが書いてきますし、その指導、それから年末はそもそも、学校も含めて会社も忙しいですしね、そこに忘年会ということなんで、時間がないということも言い訳にしつつ、今はトレーニングをあんまりやらなくていいかなと思って、過ごしてます。穏やかに過ごしているつもりなんです。しかしながらね、自分はなんてダメなやつなんだと思ったりすることもあります。あれだけやってたわけですから、それが10分の1ぐらいに感じられるよ、感じられてしまうようなレベルのトレーニングをしているとですね、もう俺はダメなやつなんだと思うこともありますが、本質的には必要な時期だと、こういうふうにね、波を繰り返していくと思ってますから、必要な時期であると思ってます。で、今日はね、だからそういった状況があっても、問題ないですよという、私なりの、お話をしていますが、面白いことにですね、体の中から見ても、体の内部に存在する物質から見ても、分かることがあります。以前ね、体の内部の情報をもうほんと10分ぐらいで、調べることができる機材の、に関わってました。で、私がね、2022年の世界選手権に向けて行っていた強烈な足トレを、行っていた、時、そしてその大会が終わった後の、ふぬけた状態での足トレをしていた時、プログラムは同じなんですが、この生体のね、要は血液から取る物質が、筋肉の損傷の程度を示す、ものなんですけどもね、これがなんとですね、世界選手権の前の強烈な足トレの、
状況に比べて世界選手権後、まあ厳密に言えばゴールドジムジャパンカップ後のふぬけた足トレの、後ではですね、なんと6分の1も筋肉の損傷を示すマーカーが減っていたということがね、数値として出ました。だからまあ本当にそれだけ同じプログラムを作った自分自身がつい先日まで行っていたプログラムを同じようにやったつもりでも全然体にかかる負担が違っていたわけですね。だから無理だったということなんです。同じプログラムをただこなすだけになっていたということが、生体内の情報から、定量的に明らかになったということなんですね。ということで、心のこの振れ幅は、仕方ないと思うべきだというのが私の考えなんですが、で結局それでまた戻りましたからね。強烈にトレーニングすることができるようになっていきましたからいいんですけど、でもやっぱりそんな私でもね、俺はダメなやつなんじゃないかとか思ったりすることがあるということを皆さんにお伝えすればね、皆さんもトレーニングやってない時のこの自分の情けなさというものの考え方が変わるんじゃないかなと思ってます。私はだから1月過ぎてからまた少しずつ、トレーニングの強度、量、頻度というものを上げてまた来年に向かっていきたいと思ってます。まあ来年のね、明確な大会の目標が私の中で出てないというのが一つ、こういった状況を招いている原因なのかもしれないなと思ってます。まあ、来年はね、そのヨーロッパの団体ポリグラフ検査、嘘発見器と尿検査をダブルでやっているヨーロッパサイドの団体に出てみたいと思っていて、まだその情報が少し私には分からないところがあるんで、明確な大会を決めきれていないということがこういう状況を招いている一つの原因かもしれませんが、とはいえこういう状況になってもそんなに問題がないよということを、まあ、自分自身にも言い聞かせてますし、皆さんにも、届けばいいなと思ってこの動画を話しました。心技体、これを定量的に、血液中のマーカーから、マーカーからも解説する動画でした。無力を感じる時期もまたこれもよしということで、今日もトレーニング頑張ってください。まあ、やれなかったらやれないで大丈夫です。ついに理想のサプリメント、ホエイペプチドが完成しました。このアンチドーピング認証を取るのが本当に大変で時間がかかってしまいました。その代わり、筋肥大一連の流れをサポートする最強成分、そして健康面、安心にも配慮したものができました。もちろん私も飲んでいます。もうね、元のサプリメントには戻れないという感覚でいます。ぜひ皆さん体験してみてください。そして携帯できる最強 PFC 6パックプロテインバーもご好評いただいております。このバズーカホエイペプチとともに筋肉のケアを万全に行えるものとなっておりますので、よろしくお願いします。さらにオンラインサロン、公式 LINE、そしてプロパーソナルトレーナー、ボディメイク検定、ジム、書籍など、様々あります。ご自身にフィットしたものを選んでトレーニング頑張ってください。